大島政権、大島政権、大島正武、安政6年7月15日、1859年8月13日、昭和13年、1938年3月11日は、日本人の宗教家、教育者、言語学者、札幌農学校、現在の北海道大学の第一期生であり、クラーク博士の教育指導を直接受けた一人となった。 クラークの、ボーイズ、ビーアンビシャス、青年よ、大使を抱けとの言葉を後世に残す上で、大きな役割を果たした。1859年、安政六年、相模国高座郡中西田村、現在の神奈川県に老名市の名主、大島彦三郎正弘、その妻縫い、縫い子の4男、実質次男として生まれた。幼名は金太郎、2位、三男。 実質長男のライザブロー正義が温厚で、おとなしかったのに対し、金太郎は活発な性格であったという。成果は1923年、大正12年の関東大震災で倒壊し、跡地は大島記念公園として残されている。金太郎は、幼少時より勉学をよくし、寺小屋で助教を務めるようになった。1873年、明治6年、 村に新設された小学校の教師の勧めにより、東京、牛込若宮町にあった私立の英語学校、大阪学校に留学した、この頃までに厳服し、政権と改名。一年ほどで学校に飽き足らなくなり、さらに管理東京英語学校、後の第一高等学校に進学した。1876年、き盛んな生徒の一人だった政権は、 開拓市札幌学校農学専門部、9月に札幌農学校と会消の生徒募集に応じ、7月、第1期生として入学した。札幌農学校第1期生16人は、教頭、クラークの特育を直接に受けた。開校直後にクラークは、学生らにただ一言、BE ジェントルマン、紳士たれとの鉄則を示した。大島は、 修正この鉄則を意識した人生を送ることになった。1877年3月、クラークに感化された第一期生全員は、イエスを信ずる者の制約に署名し、キリスト教徒となることを誓った。同年9月には、メソジスト監督のメリマン・ハリスより正式に洗礼を受けている。1877年4月16日、クラークは任期を終えて、 札幌農学校を去った。大島は、クラークとの別離を監視に呼んでいる。クラークの別離の言葉については、ウィリアム・スミス・クラークを参照のこと。札幌農学校在学中は、第二期生のニトベ・イナゾー内村勘蔵らと信仰を深めた。内村は、もともとは、キリスト教に強固に反対していたが、大島らの熱心な教家により、キリスト者となった。 1880年、明治13年7月、大島は札幌農学校を卒業し、開拓士雇用係となった。同年10月には札幌農学校余科教員となり、和漢学、地理学を担当した。1883年3月には助教に、昇格している地文学、大数学を担当。同年8月、伊藤和隆の妹の平野千代と結婚し、 翌千八百八十四年六月には、長男まさみつが誕生した。千八百八十六年、札幌独立、キリスト教会から牧師に任命されたが、暗守を受けていなかったことが、外部のキリスト教会で問題視されたため、千八百八十八年に、新島城の中海で、暗守令を受けた。しかしこのことがいかなる組織にも帰属しない、独立教会の内部の反発を買い、 後に、札幌を去ることになるきっかけとなった、クラーク先生とその弟子たち、新島城先生来るより、1892年4月、佐藤昇海校長心へ、農学校の同期。後の北海道帝国大学初代総長より、牧師と教員、1889年から、教授との兼務をいさめられたため、牧師の職を辞した。1893年、 明治26年10月、大島は札幌農学校を辞職した。直後の11月10日、札幌農学校は文部省直轄学校となった直令第208号。クラーク先生とその弟子たち、1993年版301から303ページ。大島と盲港は札幌農学校は文部省直轄学校となる条件として、文部大臣から、 教授定員削減を求められており、佐藤紹介校長が大島に案に教授辞職を迫ったのはそのため、と結論づけている。大島は、京都の同志社普通学校の教授、数学担当に転じた。3年後の1896年7月、同志社を辞職し、私立奈良中学校の校長となった。この頃、同志社中学から奉公処分を受けた金山平蔵を引き受けて、 奈良中学に入学させている。私立奈良中学校は、成功会系のミッションスクールで、現在の奈良県庁付近にあったが、1901年3月に廃校となった。現在の山梨県立甲府第一高等学校の前身、県立山梨県第一中学校、1906年から山梨県立甲府中学校は、生徒の気象が荒く。 同盟休校事件を起こすなど南仏学校だったが、1898年着任の前校長、締原博史によって再建された。締原が1900年11月に転任した後は、公認が決まっていなかったが、麻布中学校校長、江原祖六による推薦、加藤知事の決断により、大島の校長赴任が決まった。大島着任の際、生徒らは一斉に、 行動の床を踏み鳴らして手洗い艦隊を行った。大島は静かにしろ山猿どもと一括して沈めたという。この山猿たちを大島は紳士として育てようとした。校長自ら終身の授業を担当し、たびたびクラーク博士の逸話を生徒らに語って聞かせた。ボーイズ、ビーアン b i t i は山梨県立甲府第一高等学校の校座の一つとなっている。 甲府で、大島の訓等を受けた者の中に、石橋丹山がいる。石橋は、留年を繰り返したおかげで、くしくも、大島の教えを受けることができた、と後に10回した。同行には石橋による、ボーイズ、ビーアンビシャス、火が残る。大島は、生徒の目を世界に開かせるため、英語教育に注力した。野尻法栄は、大島の長男、 正光の中学時代の同級生で、正光の推挙により、甲府に英語教師として招かれた。野尻は後に、大島の娘婿となっている。1914年、大正3年9月、大島は、甲府中学校校長を辞し、10月に、宮崎県立宮崎中学校、現、宮崎県立宮崎大宮高等学校校長となった。この宮崎中学も、 学校騒動を起こす荒れた学校であった。甲府時代と異なり教育効果も上がらず、1916年1月で校長を辞した。1916年6月、大島は、慶城、現、ソウル特別市の私立セブランスイ学校、現、四世代学校教授となった、1920年3月まで。また、養成高等普通学校でも教えた。 当初は単身不妊だったが、1921年から、妻千代、末娘らも刑場に移った。妻は、翌1922年10月、赤痢で病死した。刑場勤務時代には、他に三女、霊、野尻法英夫人、逸王力を失っている。1923年、大正12年、大島は内地に引き上げ、やはり台湾から引き上げていた、長男。 マサミツ一家と同居を開始した。1928年、昭和3年3月、1919年に、京都帝国大学に受理されていた、論文、市の保育校により、同大学から文学博士号が授与された。これが縁で、1932年から、東京文理科大学の講師を嘱託された、音楽を担当。1933年、マサミツ一家は、 目黒区中根町に転居し、ここが大島の終わりの住処となった。1935年6月、東京文理科大学での最終講義を終えた2日後に、大島は脳卒中で倒れ、以後寝たきりの生活となった。病床で大島はクラークやその時期でシらの思い出を語り、それを長男正光が書き留めた。これは1937年に、 クラーク先生とその弟子たちとして出版された参考書籍を参照。1938年3月11日、死去。意識がなくなる前に最後に残した言葉は、ヒムを取れであった。札幌の学校時代から常に携帯していた歌詞のみの賛美歌集。飯田俊之、音韻学者によるリストより抜粋。年代順、楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。